スーバーチューは英国のテレビプロデューサーである。本名はスーザン・ニコラ・バーチューでサリー出身。主にコメディ番組を担当しており、ミスター・ビーンやカップリングなどの制作に携わった。母、ベリル・バーチューもプロデューサーである。バーチューはピーター・ベネット・ジョーンズの経営する制作会社、タイガー・アスペクト・プロダクションズに勤めていた。ジョーンズはこの会社でミスター・ビーン。 ザビカー・オブ、デイブリー、ギミギミギミなどを制作している。バーチューは1996年のエディンバラ国際テレビ祭で脚本家のスティーブン・モファットと出会った。交際し始めてから二人はそれぞれ勤めていた会社を離れ、彼女の母、ベリル、バーチューの経営する会社ハーツウッド・フィルムズに参加している。バーチューがハーツウッドのためにシットコムを書いてくれないかと頼み、 モファットが二人の関係の進展を描いたのが2000年から BBC2 で放送されたカップリングである。この番組の主要人物二人はスティーブとスーザンであり、それぞれジャック・ダベンポートとサラ・アレクサンダーが演じた。1999年にはドクター・風のスペシャルドクトル・風ザ・カーズ・オブ・フェタルデスを制作した。この作品はモファット脚本でコミックリリーフによる チャリティ番組、レッドノーズデーのために作られたものである。彼女の制作した作品には、他にも、キャリーバリー、スーパーノバ、フィアー、ストレスアンガー、ザ・カップ、シャーロック、ドラキュラ伯爵などがある。ありがとうございます。